Chrome 端末にログインできるアカウントを制限する方法について説明しますデバイスをクリックします Chrome デバイスをクリックしますデバイスから設定を選択しますデバイスの設定をクリックしますログイン設定の ログインの制限で、ログインをリスト内のユーザーのみに制限するを選択します。ユーザーのホワイトリストに、ログインを許可するユーザー名を入力します。アスタリスクの後に、アットマークとドメイン名と入力することで、Chromebook へのログインをドメイン内のユーザーに限定することができます。保存をクリックします。 Chromebook の画面です。指定したドメイン以外のアカウントでは、ログインできない設定になりました。指定したドメインのアカウントではログインできます。以上で説明は終了です。